伸びるっていうのと落とすっていうのをこういっぺんにやってしまいましょう。ちょっとね、新しい感じですかね。もう一回上でグッと取って、そこで軽く。それだけ。もうちょっとこう、なんかこう、力を動かすんですよ。そうです。これで、じゃあ、ハミング。背中が活性化する。背中熱くなりますよね、今ね。そうですね。終わりますよね。そうですね。今度じゃあお腹の方ですね。少し、ね、はい、腹も温めしましょう。ですね、まあ、よく言われるのは、こう、右回りというか、自分的には右回りですけど、はい、まあ、時計回りっていう、向こうから時計回りですね。まあ、胃とか腸がこうなってことですね。逆の人がいるかもしれない。まあ、わかんないですけど。胃はこういうじゃなかったのかな。またこう、腸がね。で、少しこう。ハミングします。見せよう。そうですね。で、下に行くときは下にこう重心がかかるでしょ。で、上に行くときにこう少し上に突き上げますよね。ね、上下ね。まあ、坂の天井天井ってことじゃないですけど、ちょっとこう。で、さっきの方向に行って、自分の中伸びていくと。少しでは脇腹です。で、これを一回締めます。で、そうですね、締めます。自然に呼吸がね、分かりますね。ね、初めに息でなくて、筋肉と思ってください。とりあえずね、筋肉は下を矯正してあげて、ワンっていうのはありますよ、としたら入りますよ。そうそうと思う。箱を軽く締めていきます。だいぶいいですね。で、少しこう重心作りたいので落とすやつね。非常に難しいですけど、これできない、はい、これまたマイナス出してきた、はい、
あ、いいですね。これ分かるかな、こうなんかそういうこう、リズムとか、キックでもいいし、ストンプでもいいし、キックっていうのとストンプっていうのは若干違うかな。そうですね。どっちもできた方がいいね。うん、ちょっと手を離して。まあ十六と。で腰でこっちでしまいやる。下がる。腰のけ。そうですね。やりながら少しこうなってるな。背骨のいろんなポジションを、ね、少し作ってます。そのそれぞれの柔らかさあるでしょうけど。で右左のポジションとか作っていくと、ね、そして、まあ、8の字でもいいですけど、うん、そういうふうにちょっと作っていただくと、はい、すごくほぐれますよね、はいはい、若干足あれだね、少しもう少しこう乗っかりたいねそうそうそう、そこに入っていく感じ、足を抜けるのなんだ家なんですか。加藤さんもすごいね、しかしね何歳が違うんだろう、年30以上離れてるよね、あれね結婚する人もすごいよね財産狙ってんじゃないって言われちゃうよね本当にそろそろみたいなさねえ、違ってもなんか周りはね変な目で見ちゃいますね。財産もね、なかなか親子だよ、見てるとあ、だいぶ慣れましたね。で、膝のこう内側、あるいは少しこう外側とか持ってもらっていいかな。スノボとかになってますね。そうですね。腰までいけるって。そうそうそう。あ、柔らかいね、膝ね。意外と。やってたからですかね。そうですね。柔らかいですね。すごくいいですね。したら、それうまく乗ることを常に考えるといいかな。膝は柔らかいけど、これ、足首がちょっと硬いですね、多分ね。足首にもやっと乗るようにすると。うん、そうそうそう。あ、いいですね、いいですね。そうそう。足の裏、こう、なんていうの、グッパーみたいな感じになるじゃないですか。はい、少しだからこの足の裏のいろんな、まあ、縦のアーチ、横のアーチとこう、はい、それから前の方、後ろの方、真ん中の方とこある、はい、それを全部こう使えるようになると、うん、そうするともう少しこうリズムとしての効く感っていうか、うん、そうすると安定感とか出てくると、で少しお尻が少し下がるとかね、うん、そうすると楽になるとか、はい、それすごくいいですね、はい、あ、それ持ってるんだね、うん、じゃあ、ね、こうやって首ってこうしてね、こういうのね、シャフトにつながるかな、はい、太ももこれ、はい、ね、今度は溝落ちから溝落ちの瞬きっていうかおへその瞬きっていうか、はい、そう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 、いいですね。今度は戻しますよ、首溝落ちから上、はい、およそこれ全部上で、なんか要するに膝緩めてて全部クッションになりました。だんだん落ちるようにして、でゆっくり息吐きます。だから吸って、で右手で少し揺らしてください。膝の裏が少し伸びます。お尻は少し後ろ行ってもいいです。でゆっくり吸いながら、これあんまり高齢の人はできないんだよねね、いつもね。
でこれやっぱりねやっといた方がいいですね、はい、あのすごくあの容量少ないなんか落としといてすぐ持ち上げるみたいな、はい、で今長い時間やった方やるんだけど、はい、短い時間でねうわーっと落としてもらって、うん、ただ上がってきましょうか、はい、一回吐いておいて伸ばしてる間に上がってきましょうかね一回落としてもらったいいですかだから伸ばそうと思ったら縮めとくっていうか、うん、うん、そうですね。そういうことですね。で広がっちゃったらこれこう逆に、うん、広がりすぎたら逆に広げて圧縮するっていうのもあるけど、まあそれちょっと難しいかな。うん、まあとりあえず緩めといてあとまとめるとか、うん、縮めといて伸ばすとか、そういうふうに思うといいかな。はい。はい、ちょっと音域でいきましょうかね。それでもいいよ。うん、はい。少しにこう握る握手することをうんとかやってるので今はあの開けたところからやっても全然問題なくいきましたね、うん、普通だとうん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 とかうんまんまうんまうんまんまうんまちょっと一回やってないけどうんまんまうんまうんまんまちょっと調子が悪くて休んでた後って、はい、初期化されてるのでこう伸びる音とかこう圧縮する音とかポンって当てる音ちょっと難しかったりするんですけど、うん、その代わりあの音域とか逆に広がってる場合あるんですよね、うん、下の方とかね変な癖が抜けてそう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 自分で自分の音域がこの辺までとか、うん、なんか作ってますよね決まってますよね、うんうんうん、そういうのあの全然ああどうなんだろうなみたいな感じですそうですね、新しい世界がこう、うん、新しいベースに見えてくるし、うんまあ、そういうこと大事かもしれないですよね、うん、だから結構チャンスなんですよ、うん、だからあのたくさん歌った後の次の日っていうのもなんか変なんだけど軽く、はい、その時は気をつけながら軽く、うん、軽くやっていくと、はい、あれ新しい声だよなとか、うん、そういうことが解決できますね、はい、はい、ちょっと圧縮しますよね吸いながら
そうですね、まあ、F から始めて F は完璧に出たかなと思いますね。すごいじゃないですかね。2オクターブ半ぐらいありますよね。で、F シャープ最後にやったのはフィトリーのセービングラブフォー、セービングラブフォーユーでしたっけ。Always Love。 違う、じゃなくて最初のデビュー曲ですね。18だか19だか17だか、その音はセービングラブバラフォーユーがこの U なんですね。まあいいや、その音をちょっとやってみました。全然大丈夫ですね。すごいですね、すごいですね、良くなったと思いますね。もし、じゃあ鼻の方にちょっとリクちょっとだけこう押さえて鼻のまた潰しようとね、こういう感じなんですね。ちょっと完全に潰してみて、少し開けてくる。まあ何だろう、微中核なんとかかな、そういうちょっとそういうあれがあって手術した俳優さんで、もうちょっと試しに来たら一回でなんか良くなっちゃって来なくなっちゃったんですけど、また来るって言ってたけど、もうなんか長年っていうか何年も悩んできたら5、6年もっとかな来たと思うんだよ。何か落としたりね、通りよくしたんですね。そしたらなんか治っちゃったのかもしれない、みたいな。だから鼻こうやって、まあ鼻自分でも鼻でこうなんかやってるんだよね、だけど逆にこう引っかかんないとか圧縮しにくい時は逆にこう少し鼻を意識してもらって、でこれを体調悪い時とか喉に引っかかる時とかっていうのは結構鼻に持ってちゃった方が楽なので、それはできるようにしといた方がいいですね。そうするとグリップがちゃんとしっかりしてるってこと。わわ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 わ。そう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 。そのくらいこうフォーカスがはっきりしてた方がいいと思います。寒い、大丈夫。あ、大丈夫ですか。そういう風にする。だから僕なんかもちょっとあのまりにも自由主義なんで、ちょっと声がこうなんていうかこう ばらけるっていうことがあるんですね。わーった時にね。だから少しこう。まあ、整えておくっていうのも大事かな、そういうには大きいですね。圧縮の練習でオクターブです、今のちょっと使ってね、なっても、口当てすぎない、下の位置を少し後ろから、
ちょっと厳しい時があるね。あ、すみません。ごめんなさい、練習中です。すみません。お邪魔しました。申し訳ないです。ありがとうございます。どうも。荷物来た。脱いだたの。すごいね。で、良くなったと思いますよ。あの、F グラムでちゃんと出るようになりましたよね。うん。すごい、今までないですね。そうですね。うん。うん、これをあのキープできて、で、音程、で、あの、まあ、声は出たけど、こう、